立川志楽は、江戸、東京の落語の名跡。この名前を名乗った落語家は、5人前後いるとされている。定語は、立川の他に、王や、マスティンなどがあった。立川志楽は、日本の落語家、映画評論家、映画監督、コメンテーター。落語立川流、渡辺エンターテインメント所属。出林、花嫁人形。本名、新間和弘。 日本映画監督協会にも所属。妻は女優の坂井理香血液型大型。身長168センチメートル。東京都世田谷区出身。父親がギタリスト新間秀夫。母親が長唄という著名人の家庭で育ち、中学生の頃から落語と映画を好きになる。落語については、小学校高学年の頃から父親が 落語好きで家にあった落語の本とレコードで親しみ始めた。祖父は昭和の名宮士である深谷伊三郎。世田谷区立山崎小学校、世田谷区立山崎中学校を卒業後、日大三高から日本大学芸術学部演劇学科に進学、落語研究会に所属する。1985年10月、4年生の時に同サークルの OB、 高田文夫の紹介で七代目、立川男子に入門し、前座名立川白子を名乗る。大学は、その後中退。1988年3月に二つ目、1995年11月に、新内昇進した。2001年、彩りの国楽五大賞受賞。1990年代には兄で市長寝坊の楽と、立川段春と共に立川ボーイズを結成。 深夜番組、与太郎に出演。その後、新内昇進までは古典に打ち込み、新内昇進後は、シネマ落語等の分野を開拓。1992年、彼を筆頭とした、落語からで、超放送禁止落語会と題した寄せを開催。皇室馬等、差別用語連発の演目を披露、9月にも開催予定だが、 もし亡くなったら何者かのクレームにより、演者が気球に陥ったと、うんうんと笑いを取っていたが、会場に居合わせていた、ブラック解放同盟関係者が演目をすべて録音、同団体からの球団を受ける。2003年より、劇団知った街、ダニー・ローズを主催し、舞台演出家、脚本家としても活動している。2014年現在まで16回の公演を数えている。 2015年1月から、独演会、立川白らく落語大全集を開始。16年かけて203席を演じる予定。2018年12月、M-1 グランプリの審査員を務める。2019年と2020年も続投。2019年5月20日、自身のツイッターアカウントで、自分が主催する劇団の稽古に一門の弟子たちが一度も、 見学に来なかったことを嘆くツイートを投稿。その上で、全員、破門にするか全座に降格するか、である。同世師匠は優しいから謝れば許してくれると、連柱は舐めている。数年前、同じ騒動が持ち上がった時、破門通達したがみな泣いてをびたから許してしまった。あの時、破門にしとけばよかったと、二つ目の弟子全員を降格。 もしくは波紋にする考えを明らかにし、翌21日のツイートで二つ目全員を前座に降格させたことを投稿した。その後、同年7月1日付で、心差し、獅子丸を真打ちに昇進させ、心しより、楽兵、楽人が、ジラの四名を二つ目へ戻したが、翌2020年1月1日付で、心しら門、心しら鈴も二つ目に復帰させた。 なお、口述する、印は、この騒動により、前座に降格したものを表す。卒業時期については、不明なものが多い。上記のもの以外にも、心らくの私塾、落塾受講生で、心から名前をもらったがいる。また、心から名前をもらったものがいる。また、志落らの落長、落次、落兵など、落塾受講生から正式に入門したものもいる。好きな映画を落語で語る。 つまり、有名な映画をもとに、その舞台を江戸時代に変えて落語に本案したもの。劇団、下町、ダニー・ローズ、主催、脚本、演出、出演劇団、謎のキューピー。脚本、出演、ありがとうございます。